はい、H100 系から降りた JR 目黒駅の、目黒じゃねえや、ここは、三陰駅ですね。信号が青を現示しているので、まもなく出発します。ちょっと早く着いちゃったのかな。はい、今扉が閉まります。外から見てどういう加速の時の音が鳴るのかをお楽しみください。 H100 系は電気式のモーターでディーゼルとは言いにくいですね。もう電車だよなこの音。はい、では H100 系のご紹介は終わりでございますが、ただいまの動画は三陰駅の駅の様子の動画にも転用させていただきますが、正解だね、となります。はい、では動画終了です。ありがとう、一旦終了です。ありがとうございました。はい、清水町、三陰にございます。踏切から今歩いて駅に戻っている途中です。令和5年10月10日の火曜日、10月10日は一般的にはスポーツの日、体育の日だと思われがちですが、今日は一般的には平日でございます。先ほど、夕張のあたり手前ぐらいはものすごいいい天気だったんですが、さすがに白い北海道です。峠を越えると、山を越えると天候が変わります。まあまあ埼玉と東京も天気違いますしね。ここは三陰というところになりまして、 JR 三陰駅の、駅西にございます。ちょっとしたアイスホッケーファンならご存知かもわからないんですが、ここは、アイスホッケーが盛んな、清水町三陰地区にございます。すぐそこには、清水町のアイスアリーナもありまして、メインストリートの街路灯がアイスホッケーの形をしている、アイスホッケーのスティックとパックをイメージしているというですね、本当ここはアイスホッケータウンになります、ね、あの内地のアイスホッケーのクラブ活動を合宿を受け入れることでも有名な街です。先ほど、JR、南千歳じゃねえや、新千歳空港駅で、少々野暮用を済ましてきたんですが、ちょっと15分もう経ってねえな、10分ぐらい改札の前で、いたんですが、すごいよね、改札機、まあ、自動改札って我々鉄道マニアや、あの首都圏都市圏に住んでる人間というのはまあまあ当たり前といえば当たり前なんですが、まあ同じ都市部でもね、鳥取とか自動改札なかったりしますから、まあ自動改札があるイコール都会っていうのはちょっと偏見なんですが、自動改札を見たことがない世代の人、まあまあ仮に自動改札を見たことなくたって、まあ見りゃわかるじゃねえかと思うんですけど、まああのテレビのリモコンが一番の電子機器だみたいな世代の人たちにとって、自動改札に切符を通して電車に乗るという、まあおそらくこんな人がスイカのチャージがスイスイできるとも思えないんで、そういう人のお世話もしなきゃいけないって、まあまあ自動改札なんてのは鉄道事業者の都合だっていう噂もあるんですが、とはいえね、まあそう、いやこれ新千歳空港の改札は大変だなっていうふうに思った次第です。まあそういうお客様もお客様なので、しっかり応対しなければいけないっていうように思った新千歳空港の駅見学でした。ここは三陰駅です。三陰といってもですね、あの阪神電車ではございません。快速急行も止まりません。三陰なんですけど、三陰石とは関係ありませんと思ったら、石積みの倉庫が見えてきてですね、違うじゃねえかって言われそうですけど、
十勝エリアにございます。十勝はね、点在する自治体が個性的で、まあ、あの帯広を中心にですね、周辺には目室、池田、で、幕別町、この辺も結構有力な自治体ですよね。で続いて、まあ、目室 もはや帯広のベッドタウンですよね。で目室の隣は清水町で、清水町の周りには、まあ、あのなんだっけ、鹿部町じゃなくて何かあるんですよね、鹿追町だっけがあるんだよね。こちらが JR 御影駅でございます。阪神御影駅はあの二層構造の高架駅ですけど、ここはとはいえ立派な駅舎ですよね、これ。でこちらが駅前メインストリート、なんとエネオスもあります。で先ほど軽く言いましたアイスホッケーですね、御影なんて書いてあるスティック状のこの、街路灯がですね、あります。こういう感じでアイスホッケーに非常に、時間があればですね、アイスアリーナまで行けばアイスホッケーのレリーフとか、オブジェがあったりするんですが、ちょっと今日は時間ないので省略します。では JR 御影駅のご案内です。この駅ですね、あの設備の都合かどうか知りませんけど、トイレが、廃止になったようです。今年の10月って、でも10月ってこの今10月の10日だってはっきり言いましたけど、あ、嘘です、令和3年9月30日で、だから今令和5年だから2年前の9月末で終了したようですね。まあまあトイレの整備って結構大変だからね、うん、いらなきゃ列車の中でしろって、列車使うんだろうねというような事情もあります。このような動きは JR 四国の、あのどこだっけ、あれ徳島から出ている麦線か、麦線の駅もだいぶそんな駅でしたね。はい、ではちょっと行ってみましょう。はい、目室駅の再びホームに戻ってまいりました、先ほどアイスホッケータウンとお伝えしましたが、今列車を改札口の前で待っておらっしゃる親子連れの方は、目室町のその清水町アイスアリーナでアイスホッケーの練習をされて戻ってきたようでございます。スティックを持って大きな防具を抱えて列車待ちをされておられます。非常にアイスホッケー先行き、見通しの、先行きが見通せないアイスホッケーの、競技ですが、どんどんこう競技人口が広がっていくといいなっていう、日本で三大アイスホッケータウンというのがありまして、まあ、県名でいうと北海道と東京都と神奈川県、この3つがアイスホッケーの人口が多いとされているようです。17分発の新東区行きの列車を待っていますが、今12分なんであと5分ほどありますね。この駅のご紹介を申し上げますと、御影駅は、上下1本ずつの計2本、2面2線の構造になっています。JR 根室線は全てが単線でございますので、当然単線上の2面2線ということになっています。この先御影の駅から歩いて5分ほどのところにある踏切までの間で、保線の方がポイントの点検をされておられました。まあ、寒い冬、雪深くなる冬を前にですね、十分な点検をお願いしたいところです。で1番線が1線スルー化されています。あっとし、こちらの信号が青になりました。でこちらが、でこの駅ですね、上下ともに出発信号が1番線2番線についているので、
列車待避、列車の上下に関わらず、上り下りに関わらず、2番線に待避列車が入って、待避のない列車は上りも下りも、1番線を使います。1番線がスルー化されているので、特急などの列車は、通過列車はこちら側を高速で通過していくことになります。線路も、路盤も強化されているので、PC 枕木ですね。ですので、ここを高速で通過していくことによって、鉄道の高速化が図られて、これが確か池田ぐらいまでこういうふうに路盤強化されてるようですね。池田から先は、線路は良くなってるかもしれないけど、カーブが多くてね、あんまり速度が出せないみたいですけど。とはいえ、特急は速いです。時刻15時12分、本当？ 14 分ですね。はい。そう、御影はですね、そう、アイスホッケーですね。今年のアイスホッケーは、まあ、私、今週末に苫小牧で日光アイスバックスがやってまいります。まあ、さすがに2週連続というよりは、同じ週に2回も北海道に来るのはないんで、今週はさすがに見に行きませんが、まあ、すっかりアジアリーグから遠ざかってしまいましたね。最近見たアイスホッケーは、去年の9月かな？北海道の社会人リーグ、J アイスノースの、日本製鉄スティーラーズ対釧路厚生社の試合を見に行ったのが最後ですね。まあ、別にごたごたがあったからっていうわけじゃありませんけど、今シーズンのアジアリーグはいいかなっていう感じですね。まあ、ちょっと個人の感想ですので、何とも言い難いですけど、アイスホッケーが面白いのは間違いないです。ただ、列車の接近が出ました。アナウンスは JR 北海道って言ってましたけど、公式には JR 北海道っていう、こういう感じの、平面じゃなくて、こういう感じの JR 北海道っていうのが、どうやらその正しい言い方らしいですね。JR 北海道も今一生懸命中途採用の、社会人経由の中途採用の、人をですね、募集かけてますけど、まあ、私も実は、まあ、あんま大きな声じゃ言えませんけど、誘われましたけど、ちょっといろいろ待遇とかね、私の生活環境もありますんで、なかなか簡単には転職しようとちょっと思わないんで、今の会社もですね、まあ、多少なりとも給料出してくれますんで、頑張って、どうしようか考えようかな 考えるのかよって。はい、では、1番線、各駅停車の、新得駅に投入、到着です。こちらも H100 型が投入されています。はい、では動画終了です。ありがとうございました。